拠点病院をサポートする連携病院が156か所あるということで、えー、テーマは今受けられるがんゲノム医療どこでどうやってというテーマでお話しいただきます和歌山県立医科大学呼吸器内科腫瘍内科教授の山本信幸先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますで今ご紹介いただきましたように安井先生とか中川先生とかは違って私は和歌山の田舎から 出ててきいますでゲノム医療は保険適用になったけれども和歌山の田舎でも受けれるのかという話を少ししたいといまずはどこでどこでっていうのを理解していただくために今までお二人の先生も報道お話しされてましたけどもゲノム医療がどうやってできていたのかがわからないとなんでそこが指定されたのかわからないのでもう一度私の方からもお話しさせてもらいますね。 これは長川先生がお話ししたようにゲノム医療というのは2015年から米国で始まりましたけれども英国では2013年に始まります日本の医療はアメリカの好きな人たちはアメリカから遅れているアメリカで承認されてない承認されてない日本では使えないって報道をおっしゃいますけれども実はゲノム医療に関しては長川先生がおっしゃったように全然日本は遅れてないんですね2015年から、えー、と始まっています でその後に、これ安井先生がおっしゃったように、2018年に第3期対がん推進計画っていうところのがん医療の充実の一番上のところにがんゲノム医療というのが書かれるようになって推進されていました。安井先生にも申し訳ないけ安井先生、2018年からっておっしゃいましたけれども、やっぱり2015年からなんですね、始まっています。これはなぜかというと、長川先生が提示されましたように、その工程が2015年から始まっています。 で最初に考え方を提示してこれ18年ここなんですけどそれまでにもうすでにがんゲノム医療中核病院っていうのが指定されてるんですねで指定されて、えー、っとその以前にですね何をしたかっていうとこれをした後にこれはあの安井先生がおっしゃったように保険になるまでに先進医療っていうのが始まりました。 この先進医療は3つ始まっててその中の一番早かったのが先ほど安井先生がお示しされなされた国立がん研究センターでやられた先進医療ですで先進医療っていうのはまあ試験の形でやっていますので NCC オンコパネルっていうふうな、えー、っと遺伝子を複数調べるパネルを用いてやられましたでその時やられたのが要するに標準的治療が 終わった患者さんに対してこのパネル検査がどういうふうに役立つのかっていうのを先進医療で調べましょうっていうことをやりますだから今も保険適用は標準的治療が終わった人にこういうふうなパネルが使えるということになるわけですで、えっと、そこには我々の病院も参加してですね国立がんセンターで最初にやったのに180残となんですけども、まあ、和歌山の田舎の病院でもですねあの全国のトップ10に入る、はい、ぐらいのところの症例わずか6例でも この時に、えー、当院ではいろんな整備をして先進医療をやってる間にがん、えー、ゲノム医療部門っていうのを設置してがん、えー、遺伝子検査外来っていうのを、えー、設置しています。でこの先進医療が終わった後ですねどうなったかっていうと今度は、えー、と保険適用と同時に実施施設の拡大をしています。じゃあ今がんゲノム医療はどういうふうなところでできるのか国が指定してるのは この3つのつ病院です。最初に指定されたのががん、えー、ゲノム医療中核拠点病院これががんゲノム日本の国のがんゲノム医療を中心になって行う病院ですでその次にそれだと11施設あと言いますと足らないので指定されたのががん、えー、ゲノム医療連携病院ですこれは安井先生の病院とかうちの病院はここにありますそのがんゲノム医療連携病院の中で、えー、中核病院を助ける ために、えー、この9月にに制定されれたのののががんゲノム医療拠点病院でここここは川先生の近畿大学とかがここになっていますこの3つの病院、指定された病院で、がんゲノム医療ができるというふうになっています。何が違うのかなんですけども、多くは、先ほど安井先生が言いましたエキスパートパネルっていうのがあるんです、ね、専門家会議をその病院の中で開催してできるのか、もしくは、そのほ、えー、の病院と連携してできるのかが違いになっています。 例えば、拠点病院では、中科学拠点というのは、その病院の中でエクスパートパネルを開催できるんですけれども、連携病院は自分たちのところでエクスパートパネルをしてもいいんですが、今、少なくとも保険で認められているパネル検査については、中核拠点連携、拠点病院と連携して、みんなでその相談して結果を出さないと、ここの病院の中で完結しないというふうな違いがあります。では日本全体どれぐらいあるのか ちょっと長谷先生のスライドが古かったので100字書いてありますけどもちょ,ちょっと増えましてこれ去年あの拠点病院が11か所ですで連携病院が130か所で多分150か所ぐらいなんですねでこの後に、えー、とに中核拠,拠点病院っていうのができたんですけどもあの連携病院の中からみんな拠点病院になったので拠点,あの拠点病院ができたから数は増えたわけではございません。 具体的に示しますと、連携病院では135箇所、全国、北海道から沖縄まであるわけです。で、この中で、ここに比し較しで示す、赤く示したところ、34箇所がえ拠点病院というふうに指定されています、今年の9月ですね。まあ、ここは大阪なので、私も和歌山ですし、近畿はどうなってるのかということなんですけれども、一応ですね、一生懸命病院をクリップしてですね <laughs>、出してみると、中核病院。 えー、拠点病院連携病院合わせて、えー、近畿圏の中には、えー、っと27ですかね27の施設がありますで。見て分かりますよね。ボラなんかするといとんでもないとです全部ほとんど大阪神戸京都に重なってるんです。保険これ,これから後で、まあ、先生今の今の先生も言うと保険診療ができる今ふ普通は保険診療ができるんだったら日本全国どこで行ったってそれはできるはずなのに。 実は国としてゲノム医療ができる病院っていうのは、えー、っとここに固ままっています例えばですよ、まあ、京都の人もそうなんですけど和歌山なんかここに来ないとできないんですよ。本州最南端の串本に住んでる人がゲノム医療を受けたいと思っても電車で数時間ですね来てやらないといけないし治療を受けるとしたらここでしか受けれないっていうふうな、まあ、今欠点があります。 ただ、なんでこういうことになっているかというと、先ほど申し上げましたように、あれだけの体制を整えないと、今のゲノム医療はできないというふうにされているので、まあ、こういうふうな大都会で大きな体制を組む病院でしかできないような状況になっています。さて、ゲノム医療って何なのということなんですが、えっと、先ほどからご,案内あのご説明がありましたように、ゲノム医療っていうのは、今ある一番いい治療。 標準治療。一番いい治療を受けて、それで効かなくなった患者さん、標準治療が終了した患者さんに受ける治療で、えー、とほとんどの場合、パネル検査、検査のことを言います。えー、がん遺伝子パネル検査を受けることを今、ゲノム医療というふうに、えー、言っていますで。がん遺伝子パネル検査は先ほどご案内がありましたように、 遺伝子です。これいっぱい書いてありますけどもものすごく多くの遺伝子をいっぺんに調べる検査のことを、えー、がん遺伝子パネル検査といいう,うに言います。さてどこでという話をしましたけども実はですねさっきあのここの病院でしか受けれないっていう話をしましたが実はがん遺伝子検査のパネルの種類によって受けれる病院が少し違ってきます。 これはあの先ほど安井先生も示された、のと似たようなスライドですけれども、代表的なこのがん遺伝子パネル検査を、えー、書いていますで。色が変わっている、この3つ、これが今、えー、保険で、えー、受けられるものです。でこの下の3つは、えー、自費診療で受けられるので、例えばこの下3つのものは、この自費診療で、えー、この検査を導入している病院。 でであれば受けることができます例えば我々和歌山県立医科大学はこの先ほどもご案内したガーダンの360っていうのを自費診療でやっています。何でかっていうとこれも先ほど言いましたようにここの上の保険診療のやつはがん組織っていうのを使わないと検査できないんですけどもこれは血液だけでも使えるんですね。だから高いお金を払ってもまあ血液でしか検査できないような人には役に立つんじゃないかということでこれを自費診療でできています。 でこういうのは導入している病院であれば国を指定してなくてもできるわけです。でもう一つ少し違いがあるんですけどもあ,あとはこの,あの保険診療の違いの中で一番上オンコマイン DX ターゲット難しい名前ですけどもこれは申し訳ないですけども肺がんの患者さんしか使用できないパネル検査になります。で保健診療 で使用されているこういうふうなパネル検査は違いは何かなんですか。もいろいろな違いがありますけども一番目立つ違いは検索できる遺伝子の数が違う一番上の肺がんしか使えないっていうやつは全部で46の遺伝子の検索ができます。これでも多いんですけどもその下の2つはさっきからごの内350ぐらいとか120ぐらいでかなり多くの,あの遺伝子の検査ができます。 この数が何で重要なのかなんですけども実は今年国がこういうふうな検査を保険で認めるにあたって先ほど課題言ったパネル検査の定義があったんですね要するに複数の遺伝子を調べるのをパネル検査って言ってるんですけど保険的にそういうふうなそのゲノムの拠点とかでやらないといけないパネル検査っていうのは100以上のがん遺伝子を調べるパネル検査。 をパネル検査っていうふうふに定義してますややこしくて申し訳ないです。また質問があれば後で言っていただければいいんですけども。なのでこの、えっと、さっき言った100以上を調べるファンデーション1とか NCC 温コパネルっていうのは先ほどご案内したような、えー、施設でしかできないんですね。しかも標準的治療が終了した後患者1人につき1回しかできないし繰り返しになりますけどもがんゲノム中核拠点連携でしかこういう検査はできません。 それに対して一番上に書いてあった肺がんでしかできないやつあれ46しか調べないので逆にどの病院でもできるんです拠点じゃなくっても連携じゃなくってもどこの病院でも調べることができますさらに標準的治療が終わった後ではなくって肺がん治療を受ける一番最初からその検査を受けることができるということになっていますなので繰り返しますけども、種類。 によっってて受ける場所が少し違ってきます、まあ、繰り返しをまとめますと保険診療のこの3つのあるうちにあのパネル検査として保険的に定義されているようなものこの2つは国が指定したがんゲノム医療関連病院でしかできません繰り返すと和歌山だともう田舎の方の人は和歌山まで来ないと受けられないですねでしかも標準的治療 今のの一番いい治療が終わった後じゃないと、この検査しちゃいいいけまませんとううふうに言われています。しかしながら一番上のこれに関しましては肺がんでしかできませんけども46しか調べないのでどこでもこれを導入している病院であったらどこでもできますし保険でですね初回治療からできるというふうな違いがあるわけです。でここに難しい言葉を書いています。 コンパニオン診断というふうに書いています。これは何かということなんですね。ここのコンパニオン診断が書いているのはこの上2つだけなんですけれども、このコンパニオン診断というのは、あるお薬を使うときに、この検査で遺伝子変異があるよって決定されたらそのお薬が使えますというふうにひも付いている検査のことをコンパニオン診断と言います。例えば先ほど出てきたハー、ER でもです、ね、薬と紐づいたコンパニオン診断があって A という検査でハート遺伝子陽性であればそのお薬がもし使えても B という検査でハート遺伝子変異が陽性であっても薬が使えないとかっていうことがあってその A という検査薬が使える検査のことをコンパニオン診断っていうふうに言います例えば一番上のこれ肺がんでこのパネル検査でこういうふうな遺伝子変異があれば これはもうこの検査だけでその遺伝子変異に対応するお薬が使えることができるんですね。だからこそ最初から使ってこの検査をしてもいいよというふうになります。じゃあこれこれはがん関連病院でしかできないのにこういうふうにひもづいてるんですね。そなので、 この検査、このコンパニオン診断をするためには、この検査をしないといけなくって、そのためにはこういうふうな病院でしかできないのかっていうと、実は、この検査、えー、とこういうふあの検査の前に、すでに他の検査でも、えー、とコンパニオン診断の検査があるので、いっぺんに調べることはできないんですけども、別々にだったら調べることができるので、まあ、今は大きな問題はな,ないんですけど、今後、ここら辺が問題になってくるかもしれません。さあ次にどうやって 例えば、うちの病院に来たらどうやってがんゲノム医療が進むのかっていうとこんな感じです。わからないですよね。僕作った僕もわからない <laughs>。いろんなところのいろんなことが絡んできてやらないといけないです。あのまあ、それこそ大阪の地下鉄の,あの路線図みたいなものです。ただ患者さんが重要なのは今までと変わりません。来ていただいて担当医、もしくは、まあ、がん遺伝子外来に来て。 でえー、資料というのを提出して結果を聞くというだけですね。患者さんはそこは変わらないんだけど、実は裏でいろんなものが動いているということになります。先ほど安井先生が示されましたように、患者さんが来て主治医と話をして結果が出るまでいろんな工程があるわけです。例えば、患者さんが来られます。そうすると、まあ、これはあの理想的なものなんですけども、癌んの無料ってやっぱりややこしい、お金もかかる。 のでできれば複数の医療関係者と患者さんご本人じゃなくてご家族と一緒に面談をしてどういう検査なのかっていうの説明を最初にすることが望ましいんですね。でそれでやっぱりこの検査を受けてみようというふうになった後に当然検査が進みます。で必要なのは一般的にはがん組織です。例えばうちの病院にかかっているがんの患者さん。 はうちの病院に癌の組織がありますから、このパネル検査をうちで受けようと思ったら、そこの組織を取ってきて、あの他に出せばできるんですけども、例えばあの他の病院からうちの病院に来たときには、その組織を持ってきてもらわないと検査が始まりません。でどうやってっていうところで換算が一番重要なのは、と他の病院にいる場合にはその癌の組織をそこの病院から持ってきてもらう。 それがダメだったら、まあ、先ほど安井先生の図にもありましたけどもう一度例えばうちの病院で苦しいけどもがんを組織を取るような検査をするということが必要になります。でそれでこれもさっきずっと安井先生がお話しされましたけども、まあ、いろんな検査ですね次世代シークエンサーとかで難しい名前の検査をやるの、まあ、これでも患者さんに関係ないですもんねあどんな検査をしようか検査が動い,動いていろんな解析をして最終的に レポートっていうのが返ってきます例えば CT の検査だったらここにこういう風な影がありますよとか、まあ、患者さんでも難しいんですけどでもそれなりに理解できる検査結果が返ってくるのでそれをお見せしながらお話しすることができるんですけどもこのレポートの検査っていうのはこんな感じでこれはだいぶようやくですけど返ってくるんですよね。なんかどんな遺伝子変異があってそれがどんな役割をしててそれに対するお薬があるのかないのか治験薬があるのかないのかっていう風な これを患者さんにお見せしても患者さんはやっぱり理解できないし一般の医者が一人でこれを判断することがなかなか難しいということもあってえっとこれから後でもお話しますけどもエクスパートパネルですね先ほどお話しあった複数の業種の人が検討して患者さんにお勧めする治療を考えようというエクスパートパネルをします。もううう一つは実は実こういうレポートを 帰ってくる時に返す時にですね国としてはえっと患者さんの情報ですねこういうなパネル検査の情報を CCAT っていう国のえこういう,うな情報を収集する時のところに全部報告するとこの CCAT からこういうふうなレポートが返ってきますよっていう仕組みがあります。ののでえっと患者さんこのパネル検査 を受っていうところにこういう情報を自分の個人情報なんですけれども出していいですかどうですかっていうような判断も患者さんに伺うことになります。でレポートが返ってきたらどうするかなんですけれども繰り返しますがエキスパートパネルこのレポートを解釈するためのチームですねを形成してそのチームでディスカッションをします。例えばこういうふうにこういろんな人が入ってくるわけですよね。 で私どもも先ほどの安井先生のご施設と同じように京都大学と一緒にエクスパートパネルをします。京大と週に1回ウェブでエクスパートパネルをしてそれぞれの患者さんの情報をもとにいろんなディスカッションをしています。で最後にこんな結果が出ましたよっていうことで患者さんに返すんですね。でいろんな工程を踏むのでこれも安井先生が言った通りで。 例えば CT だったんですよ。取ったら、まあ、その日に結果が出たりすることもあるわけです、血液検査。でもこういうふうなパネル検査の場合にはやっぱり5、6週間、患者さんの,あのところに返すまでにお時間がかかるということになります。で課題なんですけれども、えーと、これも安井先生がおっしゃったとおりです、ね、遺伝子変異が判明しないこともある。 でえー、っともし判明しても、その治療薬が保険適用外のことが多いので、実際、検査をして治療に入れるのは10%から20%の患者さんであろうというふうに言われていますで。その治療薬も保険適用外のことが多いので、例えば先ほどご案内しました、ね、あと自費診療のことはまた具体例を出しますけれども、自分で患者さんが自費診療でやる場合、で治験があれば治験に参加する。 もしくは患者申し出療養医制度の活,動活用というのが今動き始めています。この患者申し出療養医制度というのは患者さんの申し出に応じて治験を開始するというふうな制度です。結構これハードルが高いんですね。製薬のエッカーが数億円かけてやるようなものを患者さんの申し出に応じてあの立案するというのは結構大変なんですけども、実はこれも あの開始されていますこれは国立がん研究センターの今年10月のプレスリリースなんですけどもこの遺伝子パネル検査で遺伝子変異が見つかった場合にえこういう患者申し出療法制度を使ってえその薬による治療をえやりましょうというふうな話が今持ち上がっています。ただこれれはできる施設が限られてて ここに書いてあるように今は多分国立がんセンターしかできないんですねで今後広げていくんですけども一応今の予定はがんゲノム医療中核拠点病院だから近畿現代だと京大と半大で近い将来もしかしたらできるようになるかもしれないということですでもう一つハードルがあってあの診療費は保険でできるんですけども で薬もあの提供されるんですけども研究としてやるので患者さん自身40万円の研究の費の負担が必要です。でもう1つはすべてのお薬が揃ってるわけじゃなくって今これだけのお薬ですね、えー、何種類かのお薬でしか揃ってないのでこのお薬の適用になる人が、えー、40万円のお金を払えれば国立がんセンターでもしかしたら治療が受けれるかもしれないということです。先生が最初に申し上げた今 まさしくゲノム医療元年なんですよ。始まったばっかりで制度としては交渉なんですけどもこれからいろんなことを整えていくで今ようやく始まったのでまだまだこういうふうな負担が大きいような状況なんですけども今後それをさらに良くしていってほしいなというふうには思っていますあともう一つこれを先ほどから安井先生がおっしゃったように問題点は、えー、と二次的変異が見つかる要するに思いもしないがん、えー、の遺伝子変異が見つかってくるということです これが3%から5%でその中で一番最も重要なのはお話しされたように遺伝性腫瘍ですねがんはほぼ遺伝しないんですよごくごく数に遺伝するものがあってそれが思いもかけず見つかってくることがあ,るあの有名なのがあのアンデジラドリーで有名なと先ほどもご案内されたブラッカ変異これがあると卵巣がんとか乳がんとか は遺伝すするんですただこのブラッカ変異があるとこれに対するお薬があるので治療もできるで自分は治療はできるんだけど遺伝ということが分かるとがんを発生してない家族がこういうふうながんを発生する確率が高くなるかもしれないっていうふうな情報が分かってしまうことがあるっていうのがあのこの検査の課題です。でこれは一とかの遺伝子変異がある 例えば事例で膵臓がんで標準的治療が全部終わった後にやったら膵臓がんなのにブラッカの変異があることがあってブラッカーっていうのがありましたあよかったね治療がありますよオラパニブ膵臓がん乳がんでしか使えないお薬なんだけども自費診療とかだったらよく効くお薬がありますのでオラパニブっていうお薬には使えますよでもこれ家族に遺伝子するかもしれないんですよ と、ね、いうふうな、えー、と話が出てくるんですね。で、これに対応するためにどうしているのか。我々は主要の専門医ですけれども、遺伝に関してはもしかすると十分な対応ができない可能性があるので、これも先ほどご案内されましたように、やっぱり遺伝外来っていうのがあって、遺伝の専門医の先生にきちっとリスクとベネフィットをお話ししてもらうことになっています。だからこそエキスパパートパネルの中に このいう,ふうな臨床遺伝専門医とか遺伝カウンセラーの人が参加して実施することになっています。今の一番大きな問題というのは腫瘍内科医少ない少ないと言われ場合ましたけども,もう臨床遺伝専門医はものす少し少ないんです。和歌山県には9人しかいませんのでこ,れをこの人たちをもう少し増やすことが緊急の課題だというふうに言われていまますすこれ安井先生とと同じようななな話になりりけども、えー、と限界とかいろんな患者さんから質問があります。 がん過系かどうかを知りたいので、がんゲノム検査を受けたいということなんですけど、これは治療のための検査なので、がん過系を調べるための検査ではないので、これはできませんということになります。で、遺伝子なので、遺伝子治療っていうのはややこしい治療があるんですけども、これ遺伝子治療とこの遺伝子検査っていうのは実は違うので、ここもご承知をお聞きください。で、繰り返しますけども、100%見つかるわけではないということです。 だから夢は始まったんですけどもそれを十分叶えるためにはまだ時間が必要です。で我々がしないといけないことはこれなんですよね。検査のことをきちっと説明して安心して受けてもらえるような体制整備をしていかないといけないそれを、えー、っといろんな病院で今進めている最中ですのでぜひ、まあ、先生方に説明を聞いていただいてご納得されればあの 検査を受けていただければというふうに思いますどうもご清聴ありがとうございました